まあ、番組ではもう何回もかけてますけど、もともとはルーア・サンシャック・アンのあの Ain't Nobody ですけど、見事にこれ歌い上げてるのが今夜のゲスト若狭さんです。早速登場いただきましょう。若狭さん、皆さんこんばんは。シンガーの若狭です。はい、シンガーソングライターではなかったか。そうなんです、曲が書いてなかったか。もう、はい、歌うだけ。あ、まあ、今回このアルバムがアドベント・オブ・ザ・ソウル、かっこいい名前つけた、まあ本当にソウルの降臨したっていうような感じ。なんかもうつけてくださって、うん、ボスが。あ、ボス今日来てる。はい、社長どうぞ。小川です、いつもお世話になっております。で、なんとたまたま今日は 何してたんだっけ、ミクちゃんは。今日パーティー仕事。今日は軽井沢でパーティーの演奏してきました。仕事帰りですか。はい、お疲れでした。こんばんは。お疲れでした。最高。それはそうと、この歌声ですけど、あのね、若狭さん、僕聞きたいこと山ほどあるんだけど、はい、まずちっちゃい時というか小学校中学校ぐらいの時から、はい、もうやっぱもう当然歌手になりたいと思ってたの。あ、思ってました。あで、はい、具体的にはその頃どういう曲聴いたとかって覚えてますか。あ、覚えてます。例えば、うん、本当保育園の時からスピードが大好きで。スピードって日本のグループの。あ、そうです。あ、そう。はい。じゃあ待って、あれが小学生。そうなんです。小学生じゃない、保育園です。あ、保育園。夜も引っ張るとか見てました。あ、そう。大好き で、うん、でそれでスピードが好きだった、はい、保育園の時代があって。そうです。そこからどう変わっていったの。自分の母が、うんうんうん、カーペンターズとか、はあ、あとマライア・キャリーのヒーローとか、うんうんうん、ダイアナ・ロスのイフ・イフォードン・トゥゲザーとか、ああいう歌をすごく聞くもので、うんうんうん、あと家中もずっと有線がかかってて、うん、なんだっけな、恋は水色とかポール・モーリアとか、なんかそういう曲も流れてて、すごいやっぱ昔から音楽聴くのが大好きで、うん、はい、結局今にずっとつながってるんですよね、うんうん、っていう感じです。で、やっぱりいつかは自分でも歌いたいっていうのがもうその頃からあって。ありました。それで結局今に至るまでのその経緯としては、はい、だって今ごめん、年女性だから言うのあれですけど、全然どうぞ。30オーバーでしょ。はい、オーバーです。僕ね、ついこの間まで20代だと思ってたの。本当ですか。下手すると20歳ぐらいだと思ってたの。うまいですね。いや本当に。いや、あなた の、 ツイッターを見ると、はい、すっぴんでノーメイクだったりするのが多かったから。そうですね、もう若い方なんだろうなと勝手に思ってた、ね、で、まあ、若いのにこの歌唱力すごいな。いや、まあ、それは置いといて。何も考えてないだけです。本当にもそれで経歴的にはどっかでこうバッキングボーカルやってたとか、はい、そういうこともなく。全くなかったです。はあ。いや、で今回がそこにいらっしゃるトリロジックの小川さん、はいはいはい、社長のところに所属としてはミクちゃんともう一人いらっしゃるんですよ、榎本由紀と、うん、で3人目の3人目ですね、はい、彼女を、まあ、社長さんはギタリストじゃないですか、はい、どう思って彼女を自分のところの事務所にと思ったんですか。いや、もう歌聞いて、はい、阿部淳君が、はい、彼女のこう、うん、まあ、プロデュースみたいな形でもって動画を上げてて、でそれを僕が見て、淳、はい、ちゃんすごいよねこの子って話したら、はい、まあ、本人からこうアプローチがあって、うん、で米沢のライブあるから見に来ればって言って見に来た時に、うん、ちょっと事務所の話になって、うん、あ、探してんだったらじゃあうちおいでよっていう、そういう流れで割とトントン拍子にね。そうなんですよ。だから一生懸命探して見つかる時と見つからない時もあるし、だけど、うん、なんかの流れでパッと決まる時ってこういうことなの。そうなんですよね。だからもう歌はね、それは確かに年齢的な部分っていうのは正直言うと、うん、ほら、はい、30オーバーからっていうのはなかなか難しいじゃないですか、ですね、正直言うと、でもこの歌だったら僕はいけると思ったんですよ。ああ、確かに、うん、この歌唱力だったら。それで今回いろんなところにも書かれてるんですけど、資料としてアポロシアター、はい、アポロシアターに出場するきっかけって何だったんですか。あ、その、うん、日本で行ったアポロアマチュアナイトジャパン2019っていう吉本興業が主催した、うん、イベントがあって、はい、それに優勝した人と特別賞をもらった2組だけが、うん、ニューヨークのハーレムのアポロシアターで
年間の一番にぎやかな、うん、あのスーパートップドッグっていうイベントに、うんうん、ゲストで出れるというオーディションが、こんなオーディションなかったと思ってダメ元で受けてみたんですよ、うん、で特別賞もらって、だってあのアップロシアターってさ、歌ってる途中でも下手だったらもうとっとと帰れって言われるんでしょ。はい、実際見に行きました、その日に、はい、もうブーイングされてる人も全然いましたし、でしょ、すごかったです。そこででもあのちゃんとみんな聞いてて評価してくれて、あ、はい、あのみんな歓迎してくれて嬉しかったです。あれ吉本さんやってたんだ。そうなんです。はあ、知らなかったね。びっくりしました。そうですか。あ、それでニューヨークのね、あのキミコさんでしたっけ。はい、キミコさん、キミコさんからツイッターでね、はい、あの若狭さんよろしくお願いしますとご丁寧に来てました。もうめちゃめちゃ嬉しかったです。キミコさんニューヨーク行った時にすごいお世話になって、現地でコーディネートとかいろんなねブッキングされてる方、ね、そうですそうです、うん、アメリカの観光とかもすごい、あとゴスペルとかを仕切ってたりとか、ね、そうだからミュージカルとかなんかね、いろいろとコーディネートされてるみたいですけども、だけどまあそういう方とも知り合ったりで、はい、うーん、ちなみにあの今 その時までニューヨークとか海外に行ったことはなかった。あの、うん、旅行で行ったぐらいでして、そのぐらいで、ね、仕事というか、はい、そういう歌ということでは今回が初めて、はい、うーん、嬉しかったです。で、あの7月の21日に CD が出ました。はい、であの先に配信でハイレゾ配信が11日に始まってて、はい、であの本格流通になるのは9月ですか。9月ぐらいですね、はい、あのだいたいどこの CD ショップで持ってるの。どこの CD ショップでも買えるような、うん、これは CD リリース、はい、Amazon で今は先行、今は Amazon 先行です、うん、先行だそうです、はい、だけど Amazon で行けばあの若さで検索する大丈夫ということですね。そうですね、今まだ出てこないかな、どうだろう、もう出てきてもおかしくないんですけどね、ちょっとタイムラグあるんですよね、あれ検索エンジンが。はい、まあ、だけどこの今回 このカバーというかこの10曲入ってる曲は、まあ今でもこれあの後ろでかけてる曲好きヒーローですけど、あの選曲はやっぱり自分が好きな曲を選んだって感じ。あ、もうほぼ、うん、ほぼ大好きな曲ばっかりで。だけど Ain't Nobody なんてあれは80年代70年代ぐらいでしょ。そうなんですよね、むしろなんか生まれる前だよね。そうです、うんうん、周りから教えてもらったようなもんですね、うん、本当に。だから別にチャカカーン知ってたかって言ったら当然知らないし。知らなかったです。あ、3、4年前ぐらいにした。4年前が5年前。ちょっとすいません、幅呼びません。そうなんですよ。いいけど、であのさっきのアニータのスイートラブだったら80年代だからね。はい、あれも人から教えてもらって、あ、こんな歌あるんだ。2019年ぐらいに知りました。アニタだけはよく覚えてるんですけど。まあマライアはそんな前でもない、ま、前マライアはよく知ってましたね。知ってた、知ってた時から。まあその他クルセイダーズ の, あのストリートダイフね。あ、この辺も知らなかったです。知らなかった、やっぱそうか、はい、であのインコグニート、ブランニューヘビーズ入ってるけど、はい、インコグニートとかもよく知らなかった、聞いてなかった。よく聞いた。もう笑っちゃいますよね。いやいや、ま、マジか。マジか。あ、そう。そうですか。だからあの変な話、ブランニューなんて You Are the Universe が大ヒットした90年代の時は全然見てもなかった。はい。あ、そうですか。生まれた。そうですか。もう全部後からこう。だけどそれを見事に歌ってるっていうのはやっぱり。それはあの後追いで聞いて自分があこの曲好きだなと思って、すごい好きになりましたね。うん、なんか自分の好きなアーティストにやっぱなんか何かしらつながってる曲ばかりなので、うん、なんかこう共通点が見つかったり曲調とかで、なんか基本的にあの白人の曲も入ってるけどやっぱりちょっとブラック色が強いのかな。あ、そうですね、黒人の音楽好きっていうところがあるのかな。はい、なんとなくあの、うん、この10曲を見た中でね、はい、あ、だけどごめん、あの お父様お母様は大体世代的にはいくつぐらいですか。あ、お父さんお母さんは大体もうちょっと60とかですね。若いですよまだね。あ、そうですか。もともとはさっき言ったようにカーペンダントとかお母さんばっかり聞かれてた。そうです。あのやっぱり日本の曲より外国の曲を聴かれてたのかな。あ、聴いてました。カセットとかカセットテープに流れる We Are the World とか I Just Go とか、あシンディ・ローパーとか。だから昨日ねちょうどあの、はい、ウッディ・ファンクあのコラボクラブかけた時に、はい、あの We Are the World なんかでもこれいいんじゃないかなって、ね、あのはい
第2弾でおいやーのーみたいな感じで、まあ、それは丸本さんに聞かなきゃわからないですまあだけどすごいあのこの歌唱力という、だから今まであの CD に出すきっかけがなかったというのはびっくりですよね。お母さんびっくりです、はい、だってまあミクちゃんは全然サックスだからね、もうジャンルが違うからね、うん、あでもミクちゃん歌ってんだっけ。いや歌ってないですい最近ねあの楽器やってて歌ってる人もちょこちょこいらっしゃるの。いますよね、いますね、うん、あれあなたもそうだったかなと思って。いやみじも歌えないです、はい。でもミクちゃんの声すごく落ち着くんですよ。えさっきも話してたんですけど。あそう、うん、いやちなみに偶然でしたけど、今日たまたま今日のうちのエンディングは米澤ミクさん、ね、やったー、はい、ありがとうございます、はい、あのキングから出した時のあの作品から。あありがとうございます。あれね一番最後の曲かな、スローなやつ、はい、あれが今日のエンドソング。あいます。いやでもあちょっと曲じゃあお聞かせする曲何がいいかな。僕ねあでもね全体的に聞いた中でどの曲も好きだったんですけど、あのアースのアフターザラブハズゴン、これがまたねあのすごく見事にカバーしてらっしゃるなっていう感じでしたんで、じゃあ曲紹介しましょうか。え私ですか。はいはい、お母さんがしてもおかしいですよ自分で次の曲はってですか。はい、あじゃあこれおかけする曲はっていう感じで、はい、皆様次の曲はアースのアフターダラブハズゴーンです。聞いてください、はい、いや若ささん、はい、本当あのすごいね。いやもうそんなことないです、ありがとうございます。で、ね、今ね燕市の亀さんが、はい、あの記事を上げてくれましたよ。アポロ劇場枠っていうアポロシアターがね、ありがとうございます。アメリカのそのステージに立ってる日本人っていうんで記事が紹介されてるのをアップしてくれてますんで、まあツイッターで見れる方はねその時の雰囲気が、まあ、どんな感じか、はい、分かると思うんで見ていただきたいなと思います。ぜひ。いやであの今後若狭さんとしては、まあ、これ第1弾のアルバムが出ましたけど、はい、オリジナルをやっていくとかっていうのは自分の中ではどうですか。なんかそれも視野に入れてます、うん、まあまあこれね当然デビューしたばっかりなんだけど、はい、これは全部カバーなので、はい、今後としてはオリジナルの曲を作っていくっていう部分では、はい、もし作るとしたら何人やりたい。あでもなんかこういう R&B とかソウルフルな曲調で歌い上げる歌をなんか作っていきたい。もちろんちょっとこうゆっくりしたスローなのも欲しいですけど、バラードもね、なんかこうちょっと英語が入り混じって日本語もある感じのノリノリな曲。なんかすいません説明。いやいや言わんとしてることは分かる。はい、まあそうだよね。だけどまあ、あのようやくというか自分の夢が叶ったっていうことでは、はい、まあ、その第一歩を、ね、踏み出したわけですよね。はい、だけど嬉しい。その第一歩がこんなむちゃくちゃあのいわゆるソウル R&B 的なのがもうギュッと詰まってる、はい、まあ、中にはマライアとかも入ってるけど、はい、まあ、それにしてもこの10曲はまあ見事なチョイスだなと、カバーだなと。だからこれ参加してるミュージシャン見てるとやっぱり本当にもうさすがっていう人たちばっかりが参加してるから、はい、音もすごいあのいい音になってるんだろうなっていう気がしますよね。まあ、さっきもちらっと前ここで聞いちゃったけど、あのレコーディングはどれくらいの期間でやってたの。だいたいなんだリズムは2日間ですけども、うん、それがすごいのよ。そんな早くできるかってあるんで、はい、あそうすごいですよね本当に。皆さんすごい短期間で。そうなんです、頑張ってくださって、で社長、はい、あの社長としては今後どう育てたいんですか。いや僕は基本的にやっぱりいい曲たくさんあるんで、まあ、もちろんオリジナルも出したいなと思ってますけれども、はいはいはい、ただやっぱりいい曲を歌ってほしいなとは思うんですよ、うん、でそのなんていうの、もう埋もれちゃってる曲みたいなっていうか、ここのところ聞かれてないけど、うん、昔こんないい曲あったよねっていうのも、うん、彼女の声だったらまた響くかなと思ってて、うん、そう、なんかそれがいいなとは思ってはいます、うん、はい、まあ、当然あのそこにねいいサックスプレイヤーもいらっしゃるからでコラボっていうか、ね、作品にね参加っていうことも今後 ね、はい、あるとまた面白いかなっていう。もうあの、うん、ライブは何回か
一緒にあライブそこ一緒にしてるんだ、はい、そうなんですすっごい盛り上がりますもうみくちゃんのがパワフルで汗があんなに出ることあるんだ私って思うぐらいもう、もうびっちょびちょであの帰る年のことばっかり聞いてあれだけど一応みくちゃん先輩なのかな年からすると吉は私は下あそう声が上がりそうになりましたよマジですかなんかお姉さんのタイプじゃん経歴長いんでねあそうそうキャリア長いから、ね、キャリア長いからもうだ先輩です私のいやまあだから本当にすごいあの周りにいいミュージシャンたちがいっぱいいるから本当に感謝です、うん、ですねだからまあ今回本当にデビューで、まあ、本格的にだから自分のライブってのはまだ全然何も決まってないわけですよねあもうすごいブッキングしてくれてるんです社長がもうかなりやりましたよ若さ名義であじゃあもう結構あの、はい、知ってる方というかライブ会場行った方も結構いらっしゃるはい、はい、この間、名古屋、うん、京都大阪、うん、浜松4カ所で最後東京やって全部ソロだそんなにやってたんですかはいちょっとびっくりするぐらいやばかったです、はい、じゃあこれからも、まあ、ライブ活動も含めて、はい、でこの後予定で入ってるのなんか言える範囲で何かありますか あります何でしょう、8月の7日に、うんうん、吉祥寺のストリングスっていうところで、はい、それこそあの社長と2人でデュオでライブ、うんうん、デュオで、はい、たまには、はい、普段バンドなので、はい、そうでしょうね、ええ、そうですあと都内は8月の17日に六本木のクラップスで、はい、これはフルバンドでレコーディングメンバーで、はい、ライブいたします、まあ、詳細はまたあのホームページか若狭さんの、はいあのはい、ツイッターかなんか、はいまあ、ツイッター結構何気なくいっぱいツイートしてるんですねあ最近が、はい、やり始めてます全然ツイッター生きてなかったんだよ私最近なんですあそうあの可愛い猫ちゃんとかねあそうなんですチャッピー、はいすいませんじゃあ最後お別れのもう挨拶になりますけどあのじゃあ若狭さんどうぞあ全国の皆さんでいいですか時間ないんで、はい、あ見に来てくれて聞きに来てくれてありがとうございました今後とも頑張っていきますので応援よろしくお願いいたしますありがとうございました社長もなんか一言です、ね、ありがとうございますあの9月に若狭と米沢とタッグ組んだやつがありますので、はい、ぜひ来てください、はい、ありがとうございますじゃあみきちゃんもまたねあのスタジオ、はいはい、ご自身の作品でも聞いてください、はい、お邪魔したいですじゃあお別れの1曲はこの曲お届けします僕アルフィーも好きなんですよあ、はい、めちゃめちゃ好評ですねアルフィー、はい、周りから言われますお別れの1曲は若さでアルフィーまたの登場待ってますありがとうございましたおぬしザナーザナーザナー